シェルフカフェの皆さん、1周年記念本当におめでとうございます。ネストエッグの西村です。1周年あっという間ですね。恵比寿のネストエッグ、ブックシェルフカフェのネストビール、同じネストつながりとしてこれからも一緒に頑張っていきましょう。今後ともよろしくお願いします。何で回んないの。シェルフカフェの皆さん、1周年おめでとうございます。カメラあまりさっき言ってないのですが、また美味しいコーヒー飲みに出させてください。よろしくお願いします。おめでとうございます。終わり。ブックシェルフカフェ1周年おめでとうございます。メンズスタジオのアスカです。僕はまだ一度もそちらにお邪魔させていただいたことがないんですけれども、今度ゆっくり行きたいと思ってますんで、よろしくお願いします。でそれで、まあ、僕の方でやる機会があるかどうか分かんないですけど、勉強会とかセミナーとか開くような機会がありましたら、ぜひ利用させていただきたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。それでは1周年おめでとうございます。はい、はい、はい、安藤でございます。ブックシェルフカフェ1周年おめでとうございます。おお、あー、うまい。ネストビールは大好きです。ソーシャル美人の匂いも残るこのお店で、今飲んでおります。これからも皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いいですね。松浦社長、若林店長、そしてブックシェルフカフェのスタッフの皆さん、1周年記念おめでとうございます。 Facebook ビギナークラブの黒人です。本日は会場にお伺いできず申し訳ありません。先日はビギナークラブの勉強会の際に PC の画像がプロジェクターに映らないというアクシデントに見舞われましたが、スタッフの皆さんの機転の利いた対応で無事勉強会を乗り切ることができました。本当にありがとうございました。今後ともブックシェルフカフェを利用させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はおめでとうございました。松浦さん、岡林さん、そしてブックシェルフカフェスタッフの皆さん、1周年おめでとうございます。ソーシャル人の松宮です。私はブックシェルフカフェですね、雰囲気も好きなんですけど、やっぱりビールですね。地ビールと、あとはジンジャーエールですね。はい、でシャンディーガフですね。それを合わせたね、シャンディーガフが好きで、よくこっそりですね、セミナー以外にも遊びに行かせていただいております。これからもですね、ますますのご発展をお祈りいたします。今後ともよろしくお願いいたします。松浦さん、ブックシェルフカフェ1周年おめでとうございます。以前松宮先生の勉強会の時に、活用させてもらいました。感じたのは、こういう場所って今までなかったような感じました。木のぬくもりのあるインテリアと iPad を生かしたハイテクで美味しい料理、すごい気持ちよかったです。またお邪魔することあると思いますので、よろしくお願いします。小田原の上村でした。乾杯。松浦さん、ブックシェルフカフェ1周年おめでとうございます。以前松宮先生の勉強会の時にお邪魔させてもらいました。もう今までにない場だなぁと思いましたね。木のぬくもりのあるインテリアで iPad のハイテクで美味しい料理、三拍子揃ってる気持ちのいい空間です。またお邪魔させてもらえと思います。よろしくお願いいたします。小田原の上村でした。乾杯。ブックシェルフカフェ1周年おめでとうございます。ソーシャル美人の会主催をしております竹村玲奈です。
こうしてソーシャル美人の会を毎月開催しているんですが、スタッフさんの心遣いや若林さんの力作のご飯が本当に人気で、女性の笑顔が絶えない女子会になっています。本当にいつもありがとうございます。ブックシェルフカフェの発展とともに女子会もどんどん盛り上がっていけるように頑張りたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。本当に1周年おめでとうございます。竹村玲奈でした。Your thumb. It goes from here to here. This bigger screen goes from here to here. Now, that's either A, an amazing coincidence, or B, a dazzling display of common sense. Pretty sure it's the common sense thing.Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! ブックシェルカフェのように早く繁盛店になりたいと思っている M103 の深澤です。これからも末永く兄弟のように付き合いたいです。よろしくお願いします。おめでとう。松浦さん1周年おめでとうございます。今度こちらからマムシャリでみんなで遊びに行くので、また歌を歌いましょう。1周年本当におめでとうございます。どれくらい、この度会社を辞めてケーキ屋さんになることになりました。沈む夕日をブックシェルフカフェに満たすできるような美味しいケーキを作りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。してあげられるの、一人の声は小さく届かない空を見上げて、流れる雲を見てた。花の上に差し届く光の
けら一つまた一つ紡ぐ、どんなに遠くにいても近くに感じられる。ありがとうございます。